はい、それでは第2部をスタートします。2部は耳つぼセラピー有利科の佐藤信恵がナチュラルハッピーセラピーの代表の井上美也さんのお話を伺っていきます。美也さん、ようこそ。ようこそ、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、自己紹介をお願いします。はい、先ほどナチュラルハッピーセラピーという名前の、セラピーをやっております、代表の井上美也と申します。サロン名がナチュハピーサロンと言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。美也さんはどんな活動をされているのかお話ししていただけますか。主にちょっと3つなんですけども、はい、ちょっと不思議な関係なんですけど、1つ目がまず赤ちゃんの声の通訳といってベビーボイスっていう名前のセッションと、あと2つ目が大人の方の心の声の通訳ハートボイスっていうもので、2つとも商標登録を取ってます。で、3つ目が最近できるようになったんですけど、霊関係の相談っていって潜在意識セラピーっていうものをしております。はい、でじゃあ具体的には、そういうセラピーというかね、そういう手法を使ってどんなことをされてるんですか。実は目的がありまして、この3つを使って、虐待を未然に防ぐっていう目的で活動をしております。なんかそれは始めるきっかけっていうのがあったんですか。そうなんですよ、気づかなかったんですけど、私自身がちょっと18年前、1人目を育てる時に産後うつになって、ちょっと心療内科とかに行って見たら、カウンセリングをしてみたら私自身が虐待児だったっていうことに、知るきっかけがありました。ご自分が？そう、私自身がですね。今は解決してますけど、それで自分自身が生きづらくって、それで虐待をしちゃう親とか、されちゃう子供とか、そういう気持ちが分かるというか、それで何か他にいい方法、病院以外に何かないかなと思って始めました。じゃあ実際赤ちゃんのね通訳だったりとか、大人の通訳とかも含めて虐待を未然に防ぐっていうこととしては、どんなことをされてるんですか。どんなこと、例えば体験会とかですかね、お話会とか体験会とか、通訳なんですけど、例えば夜泣きをしている赤ちゃんの理由だったりとか、不思議な変な癖とか癇癪とか、ギャン泣きとか、その理由をお母さんに通訳したりとかしてかな。でお母さん自身もやっぱ辛いので、どうして辛いのという感じで、お母さん自身を癒すっていうことを してるっていう感じですか。セッション赤ちゃんの声を聞いてみると、どんなことを言ってます。大概が大人とが想像してるのとちょっと違ってて、例えばお母さんがもうちょっと休んでとか、お母さんもう頑張らないでとか、お母さんもうちょっと幸せなことをしてねっていう感じのことを言われます。でそのようにお母さんに伝えると、お母さんもやっぱやり方変えるので、だから親子関係がすごく良くなります。なんか結構ね問題になってることだと思うんですよね。でなかなかね自分でこう相談行く場所がなかったりとか、悩んでる方って結構多いんじゃないかなって思うんですよ。で表にも出ない内容だったりとか、で気づいた時にはもうなんかね、隣近所の方から行政の方にとか、そういう感じなのかなってちょっとイメージ的にはあるんですけれども、そういう風になる前にこう未然になんか井上さんと出会えたらっていうような感じで今活動されてるっていうような感じですかね。そうですね。私自身がやっぱり苦労しちゃって 7,8 年ぐらい心療内科とか通って、辛いですって言ったら薬がドドって出ちゃって、全然なんか自分らしく生きられなかったし、子育ても記憶がなくなってしまうので、それなっては本末転倒なので、今のうち親子関係を良くしておけば、その後ずっとねハッピーでいられるかなと思って。
ですね。すごい素敵な活動ですよね。ありがとうございます。ちょっといいですか、質問。はい、どうぞ。ちょっと声が聞こえるっていうのはなんかその霊的能力なんですかね。何ですか。ちょっと私もよくわからないんですけど、やっぱ自分自身の子供がすごくギャン泣きをする子だったので、聞けると思ってないんですけど、毎日のようにどうして泣いてるのって聞いてたら、ある時ふと答えが返ってきて、そんな感じです。ふとですね。そしたら周りのママ友の方に言ったら全員聞いてほしいって言われて、で聞いたら全員聞けちゃった。聞けちゃったの。はい、それからなんですね。はい、すごいね。ねえ、その虐待じゃなくても、虐待に悩んでる方じゃなくても、井上さんのところにこうセラピーとして赤ちゃんの声を聞きたいっていうような感じで受けたりとかもできるんですか。もちろん、よく人気があるのは、どうしてお母さんを選んで生まれてきたのとか、家族に言いたいことはないですかとか、今困ってるとか楽しいと思ってることはないですかとかっていう、ここは通訳も人気です。実際ね、どんなことを赤ちゃんって言ってきてるんですか。いっぱいあると思うんですけれども。はい、もうピンからキリっていうかな、なんていうのかな、本当に赤ちゃんらしい赤ちゃんもいれば、大人っぽい、なんか精神年齢20歳かなっていうぐらいの方もいて、赤ちゃん扱いしないでよって赤ちゃんなのに言ってたりとかしますね。じゃあもうみんなそれぞれのこう意思を持って魂がこうね、声を聞いてっていう感じで言ってくる感じなんですかね。そうですね、結構言いたいことあるみたいで、ね、ということでね、実際ね、みやさん、井上さんにコンタクト取りたいという場合はどうすればいいですかね。ネットとかで、ベビーボイスとか、ナチュラルハッピーセラピーっていう感じで検索してくれれば、結構上位に上がってきます。はい、はい。でインスタやフェイスブック、ブログとかいろいろされているということなので、ぜひね、ブログを読むだけでもね、なんか癒される方もいらっしゃるかもしれないので、皆さんぜひ検索してみてください。で月に 1,2 回体験会ということで、ウェブでもお話ができたりとか、そういうこともされているということなので、ぜひ検索してみてくださいということで、最後に一言、リスナーさんにお聞きになっている方にメッセージがあったらお願いします。虐待になってしまってからではちょっと遅いので、私は経験者なので、こういう人もいるんだと思って、話せる人を見つけてですね、必ず助けてって言ってほしいなと思います。はい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。